クセニア・オレゴヴナ・マカロワは、ロシア出身の女性元フィギュアスケート選手。両親は元フィギュアスケート選手で、コーチのラリサ・セレズネワとオレグ・マカロフ。2010年バンクーバーオリンピックロシア代表。2009ロシアフィギュアスケート選手権優勝。マカロワは、サラエボオリンピックのペア銅メダリスト、ラリサ・セレズネワとオレグ・マカロフの娘として、サンクトペテルブルクで生まれた。両親は、フィギュアスケートコーチをしており、その後間もなく一家でアメリカに渡った。2006から2007シーズンまでアメリカで競技会に出場しており、全米選手権でノービスクラス7位の成績を残している。2007から2008シーズンからアメリカ在住のまま、ロシアに所属し、翌シーズンにはジュニアグランプリシリーズに出場、2009から2010シーズンには2大会で、表彰台に立ちファイナルに進出した。またニース杯でシニアクラスで国際大会優勝を果たし、ロシア選手権も初出場で優勝。バンクーバーオリンピックに出場し10位に入った。2010から2011シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートカナダで表彰台に乗る2位、ロステレコム杯で7位となった。ロシア選手権では5位だったものの、上位の選手がシニアの年齢規定に満たなかったため、欧州選手権と世界選手権の代表に選出された。いずれの大会も SP ではメダル圏内の順位だったものの、FS ではミスが相次ぎメダル獲得には至らなかった。1月にはコーチをエフゲニー・ルカビチンに変更し、練習拠点をアメリカから故郷であるロシアのサンクトペテルブルクに移した。2011から2012シーズン。グランプリシリーズでは、スケートアメリカで5位、中国杯で7位と順位を落としてしまう。ロシア選手権では4位だったが、昨シーズンと同様上位の選手が、シニアの年齢規定に満たなかったため、欧州選手権の代表入りを果たす。しかしその欧州選手権でも、SP では3位だったが FS で7位、合計でも6位に終わった。テストスケートを経て、世界選手権の代表に決定した。最終グループ入りし、3年連続で FS は最終滑走だったものの過去最低の9位。2012から2013シーズン NRW 杯で2位。ロシア選手権では過去最低の8位で3年ぶりに欧州選手権と世界選手権の代表を逃した。2013から2014シーズンは慢性的な臀部の怪我によりシーズンすべての試合を欠場。8月16日、アメリカ合衆国の市民権を両親と共に取得した。2014年2月にインタビューを受け、引退していたことを発表した。ありがとうございます。